こんばんは、天津いちはです。今日はこのコーナーです。いちはすのアニメ批評。はい、ということで今日紹介する作品はヒソネとマソタンという作品です。この作品は、まあ、ファンタジー作品なんですけれども、ボンズさんの制作で、ボンズさんの原作制作で、2018年の4月から6月にかけて全12話放送されていた作品です。この作品はですね、コミコン、東京コミコン2017にて、シン・ゴジラの監督として知られているこの樋口真嗣先生による完全テレビオリジナルテレビアニメとして、制作が放送されて、そしていろんな賞も取っているんですよね。で、第22回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞など、ね、も受賞しているすごく有名な作品です。で、アニメが、まあ、アニメ表なんでアニメ12話の話をしていこうと思うんですけど、漫画にもなっていて、漫画は5話、角川さんから1巻出ていて5話、で完結している作品です。まあ、あらすじとしてはこのね、ヒソネちゃん、甘かすヒソネちゃんっていう主人公が出てくるんですけど、がマソタンっていうなんか変形飛行 OTF というね、オリジオーガニックトランスフォームドフライヤーというね、変形するドラゴンに乗って、戦うっていう話です。で、このヒソネちゃんは新人自衛隊員として配属されるところから始まって、でマソタンに出会います。でマソタンに会い、愛称を買われて、OTF を操縦する、操縦士のことを D パイとこの世界では呼んでいて、 D パイに任命されるっていう世界観です。でこれ岐阜の基地のことなんで、で岐阜の基地に、この本当は D パイに甘かすちゃんがなる前にこの貝崎ちゃんっていう子、貝崎奈緒ちゃんっていうキャラクターがいて、小さいけど気が強い女の子がいて、もう本当はお母さんがもともとディーパイだったから自分もなりたいっていう子がいたんですけども、まあその天笠さんの、ね、方がねすごい優秀なん でそれでディーパイになっていくっていうので、まあ、その葛藤とかを描いている部分があり、でその後に、各地からなんかディーパイを、ができる子ですねを、ペンギンちゃんとジミーちゃんとモーリスちゃんも来て、で、そのマソタン以外にも変形するなんかドラゴンがいて、ノーマ、太もも、アケミ、そのなんかパイロットとドラゴンの関係性、途中の途中でなんか私本当はなんかこの OTF はなんか生き物は F-15J 戦闘機ですね、あの飛行機、戦闘用飛行機に化けることができて、そっちに乗りたかったからこっちに入ったのにとか、そういうなんか思いをなんかぶつけ合いながら仲良く、4人が仲良くなっていくっていうのが描かれて途中いまして、で、その中でその合同練習を経て、同僚や上級への理解を深めていきますっていうところが大きくて、でその三達様というね、なんかめちゃくちゃ大きいそのドラゴンが発生します。でそれを誘導する祭りごとっていうのに向けて練習を行っていきます。で祭りごとに参加するみすみちゃんっていうなんか巫女がいるんですね。巫女とかがいて、その練習とかで、あ、そうですね、で途中でなんかこの甘かすちゃんとこのとねペンギンちゃんは恋をするとドラゴンには乗れなくなるっていう設定があって、途中恋をしてドラゴンに乗れなくなります。このおこのぎさんですね、おこのぎさんに恋をして乗れなくなって、そのライバルとしてミコのミスミちゃんが出てきます。で途中ずっと出てくるジョアのお姉さんがいるんですけど、ジョアのお姉さんがいて、サダさんっていうジョアのお姉さんが実はもともとパイロットだった人だっていうので、もうすごい共感になっていきます。そこら辺からなって指導してくれるようになります。で
最終的に受け付けてもらえなくなって実家に引きこもります。実家富山に引きこもります。その天笠さんで引きこもるんですけど、まさとは迎えに来てくれて、で結局一緒にその三達様の中で、三達様は山に変わり、そうですね、佐田さんがマソタに登場するんですけども、結局迎えに来てくれてマソタに乗って、で三達様を沈める、なんか三達様っていうのはなんか沈めるために生贄がその祭りごとのために必要で、前は佐田さんが乗ってた時もその友人が犠牲になったんで、今回はその巫女のみずみちゃんがなるってなるんですけど、なんか救いたくて、で小野木さんのこと好きじゃないですか。でここで終わるってその子はずっと覚悟してたんですけど、そんなの嫌だって言って天笠さんがなんか取り合おうみたいになって、なんか、連れ戻します。で連れ戻して、で結局天笠さんとマソタンでそのなんか穴を塞がないといけなくて、そのためには中に一人残らないといけないっていうので、で残って、でこのなんかマソタンガラケーが好きなんですよ。マソタンっていうかこのドラゴンたちガラケーが好きで、で結局ガラケーをいっぱい持って、なんかその小野木さんヒロインが待っててくれて、そこに数年後にもう食べに来てくれて、あーよかったねってなって、なんかまあごつごつすぎではあるんですけど、ハッピーエンドになってパチパチパチってなって終わりました。はい、以上です。そうですね、自衛隊、なんかファンタジー自衛隊作品として、そうですね、ファンタジージャンルがファンタジーで、ファンタジー自衛隊作品だと私は思っていて、すごく楽しくほっこりさせてもらえるところが多くて楽しかったです。絵もなんかちょっとほっこりするような可愛らしい絵で、楽しかったです。あとなんか田舎が舞台なんで、岐阜と富山県が舞台になっていて楽しかったです。あとそうですね、なんかそのディーパイ、ドラゴンに乗ってるなんか乗る人たちってなんかもともと選ばれてて、でこの柿安さんっていう上層部の女の人とかいるんですけど、その人もなりたかったけど、なんか他の子が適性があってなれなくてとか、そういうなんか他のキャラクターで、その子はなんか結婚してなんか遊びに来てくれたりとか、なんかそういうなんかなんだろう、他の人の思い、なんか他のキャラクターの思いみたいのをなんか描かれていて、なんかみんなキャラクターを好きになる作品でした。楽しかったです。はい、以上です。まあ私の説明だけだと分かりにくい分たくさんあると思いますので、ぜひね概要欄からリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい、以上です。この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。